ココアバターココアバターはカカオ豆の脂肪分であり、主にカカオリカーから圧搾して製造する。ココアバターはカカオ豆中に40%から50%含まれている。主に菓子、薬品、軟膏、化粧品の原料として利用される。カカオリカーから圧搾した直後のココアバターは若干の皮脂肪カカオ分を含有するため薄黄色である。 未脱臭のココアバターには独特の匂いがある。脱臭処理を行うことで白色、無味、無臭に近くなる。ココアバターを構成する脂肪酸のうち95%がオレイン酸、ステアリン酸、パルミチン酸の3種類の脂肪酸である。単純な素性であるため、狭い温度幅で急激に誘拐する特徴がある。この融点が体温より若干低めのため、 常温で保管でき体温で誘拐する性質がある。またパルミチン酸、ステアリン酸は、飽和脂肪酸であり、さらに未出し周品は、ポリフェノールなどの抗酸化成分を微量に含んでいる。このため変質しにくい性質であり、2から5年の常温個体保存が可能である。産地、豆の種類によって異なるが、ココアバターの融点は、一般的に32から36度である。 ココアバターは多型の結晶であり、有点の異なるガンマ、アルファ、ベータ、ベータの結晶構造を有する。液状のココアバターを除霊すると、アルファ型などの結晶が生成され、ぼそぼそとした感触になる。ココアバターやチョコレートの製品を成形する際は、超音を行って、ベータ型結晶を生成する。ベータ型の結晶構造にまとめると、生地が滑らかになり、 表面が塩化で、歯ごたえよく、パキッと折れるようになる。カカオリカーをプレス機で圧搾し、ココアパウダーとココアバターに分離することで生産される。ホワイトチョコレートは、カカオ分として、ココアバターを含むが、ココアパウダー等の皮脂肪カカオ分は含有しない。一部のチョコレート菓子では、同一の製品に一度分離した、ココアバター、ココアパウダー双方を使用することもある。ココアバターは、 室温で保管でき体温で溶けるため、座薬などの基礎薬剤として用いられる。また、安定した脂質であり、天然の酸化防止剤を含んでいるため腐りにくく、2から5年貯蔵することができる。ココアバターの滑らかな素地、甘い方向、皮膚を軟化させる特性のため化粧品と、石鹸やローションなどのスキンケア製品としてよく使われる。 h t t p n d b n a l u s d a g o v スラッシュ,スラッシュ gov。ありがとうございます。